どうもショータイムゴルフです。393ヤードパー4、7番ドライバー大ちゃん、ちょっとハイカップ、ういっす。あ、ハイカットだ。バンカー超えたよ、お願いだから。バンカーに向かってハイカット。超えた。どうなの、どうさ、ハイブリッドドロー、バンカーからドロー。うわぁ、もう言った通りだ。ナイスです。あんま俺のドライバーと一緒に変わってないよね。やばやべよ、はい、完全にフェアウェイを出そうです。ちょっとやっぱカット目っすか。やばい、めっちゃ右行っちゃった。あ、オッケーですね、多分。カードに跳ねちゃいましたけど。61ヤード、6番。カット目狙い。カット目で。60ヤード、6番。カット。あー、ちょっと高く出ちゃったけど。バンカーです。バンカー。何番ですか ?46 度。46。行ってみよう。うわぁ、すげぇ、ライン。うまいよな。うめぇ。50度。100何ヤード ?116 ヤード、50度。4度も違うんすね。4度も違うんだって、タイちゃんと。ちょっと下手くそすげぇよ。まあ。飛距離じゃないってことが証明されちゃいましたね。ねえ、大福さん。はい、そうですね。気持ちいい。ゴルフは飛距離じゃねえっつって。さっきはあのパー5のティーショットで。ねえ。ズボンできる球じゃねえとか。ずっとやってたけど、グリーン乗ってないっすよ、先輩。60度。あ、食った。あ、食った。食いました、お願い。頑張ります。そうですね、入れなくていいですけどね、全然。おお、惜しい。はい、 OK です。そう、惜しい。ワンチャンだか、ワンチャン。はい、213、5番アイアン。アホか、捕まってる。グリーン真ん中。はい、 OK。 そうです。213っすよね。うん、おっと、いやーフェードしたけど。耐えろ、フェードしたら出てきた。壊れ、えい、見せますか。見せますね。片谷さん213ヤード、2番や。ちなみにショートさん5番や。ピンデッドっすよ、ピンデッド。もうあと2ホールっすよ。お、意外と、意外と、意外と。あ、超えた、超えた。あ、超えました、超えました。同じようなとこです。ケース。ピッチングです。ピン入んねえか、絶対。ピン狙ってますよ。目にもの見て。やばい。あ、でも、あ、行っちゃった。まあ、パーかな。パーなんだ、あれ。
ちゃんとポジティブめっちゃ、めっちゃトップした58です。これ今1で2打目3打目って感じだ。そうだ、次4打目だ。次4打目だ。2打打ち2打打ちしました。やべえ、後で拡大してスローでやってあげるよ。4打目決めろ。オッケー。最悪、もう本当に最悪。何し、決めろ。オッケー。ダボ。どうした、バーディーパット。ちょっと待ってや。弱い。やばいやばいやばい。これだって俺決めたらさ。一緒だっすよ。全然。これまっすぐかな、なんか切れると思うよ。切れるとしたら最後ちょっとスライスだと思います。はい、気合で入れるしかねえんだよここは。一回やった。オッケー。そして決めるんかい。もう今のウィニングパットっすね。最終18番ですよ。 やべえ3打差、もう勝ちですねこれ。今週は勝ちました。じゃあやりますか、お決まりの最終ホールオールスクエアから。そうですね、最後の1ホール勝負やりましょう。はい、どうですかショットさん。何言ってんの。やりでしょ。あ、俺らがんね、結構頑張ったんですけどね。そうこのまま終わってもいいけど、ね、ですよね。やっぱそれじゃ面白くない、ね、面白くない。面白いと思うけどな。面白くないよ。面白くない。こんな暑い中さ、呼ばれてさ、なんかゴルフやろうぜって言われてさ。そうですよね。ね負けてね、絶対なんかやってらんねえよな。俺強引に誘ったみたいになっちゃうじゃん。え、じゃあ最初おるの、うん、やろ、やりましょう。いや、翔太がやんなくてもだって多数決で2対1で。2対1。チームだからさ。やろうぜ。じゃあ、1ホール勝負で。しょうがないじゃん。あたす。ちょっと負けたやってくださいね。いや、負けたらやれよ、じゃあ。負けたら欲しい。じゃあ、本気でやろうぜ。おかしいでしょ。おい。絶対不利じゃん、俺。やべえ。これ、ショットに50回プッシュアップしてもらいたい。絶対。是が非でも、ショットに50回プッシュアップさせようぜ。ちょうどいいな、今日。胸やろうと思ってた。出たわー。なんかいるわー。罰ゲームしたらポジティブに考えるやついるわー。うわー、ないわ。別にいいよとか言い始めた。いや、もう真剣に行こう。オッケー。大丈夫。右にまっすぐ。大輔ハイカット。なんでこのホールでハイカットのかわからないけど。ハイカットだそうです。うわー、めっちゃハイ。天ぷら。フェアウェイだ、フェアウェイだ。ナイスフェアウェイ。プレー狙い。お願いします。おお、俺あれやりたかったんですよね。はい、壁ね。はいじゃないですね。ミディアムカットな。148ヤード。打ち上げ9番で。いやー、ごめんなさい。本当にごめんなさい。左行った。あ、木に当たって。バンカー行ったかな、左の。そんな全てをかけた。144ヤード、9番で。シャンク。うわ、バンカーだよ。もう一回やりたい。86ヤード、60度です。おー、いい。いや、ナイス。ピンハイ。
決めていいですかって言ってました。3分目60度おー惜しい惜しいっす、非常に惜しい。ありがとうございます。これ絶対ないわ。俺が最後のチャンスにやって入れるわ。入ったら勝ち。まん開きでいきます。おー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 、 OK っす。しょうがないっす。何そのリアクション低いやつ。子供たちにさ言ってほしいんだよ。最後まで諦めるなってさ。あ、笑うな。茶番しといてよく言いますね。本気で言ってんだ、これは。それ、負けそうになって最後まで諦められなければ結果もついてくる。ボギーパート。ナイスです。はい。最終、ショートバーディーパット。もう、頭上がらないっす。頭上がんないっすわ。ああ。決めきれないね。ナイスパー。ドンマイ。オッケー。さあ、タイちゃんがパーパット。入れて勝ちっすか？なわけないだろう。 OK。 17 18 19 20 21 22。ちょっと待って、下手れすぎん。25 26 27 28 29 30。翔さんやってください。なんでこれやんの。待ってください、今から翔さんが見本見せてくれそうです。3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24。肩すごい、この触ってみたい。触ってみ、ここ。おお、まあやっぱすごい。もういい。いや、もうちょっとあと10回ぐらいお願いします。4、5、6、7、8。うおー、すごい。勝ったのにやってくれるっていう。勝ったのに一番やってますね、ショートさんが。一番やってんだよ。よし、パンパンしますね。やばでっかいでっかい。300度飛びますから。これ300度、これやばいっすね。お疲れ様でした。ってことで今日は俺の3打数で勝ちました。負けました。負けました。2対1で負けました。簡単ですね。いや、罰ゲームで腕立て1000回くらいさせられました。胸が20回しかやってないと50回しかやってない。マジ疲れたわ。いや、勝てねえ全然、ほんと。次回までに頑張ろうぜ。ちょっとレベル上げておきます。いやね、あのね、ドライバーが飛びすぎて。いや、パー5でもうパー5がなんかパー3みたいな。なんか、まあ次回もいろいろちょっとルールを変えていこうかな。そうだ、考えてくれる。今日は負けたんで。
ガリガリ君、ガリガリ君の当たりの方外にあげます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やさいさい。まあ、ちょ。ご視聴ありがとうございます。動画が良かったら、いいね押してください。あと、チャンネル登録お願いします。バイバイ。